願いします。大丈夫ですか。はい。アロナナチです。というわけで行ってきました。 2A さん、大型熱帯魚の中でね、かなりね、あのマニアックな種類をね取り扱っている、ショップさんだと思います。もう本当に2なマニアがうなる店っていう感じですね。場所は東京都北区にあります。今回私初めてね 2A さんに訪問してきたんですが、多分 YouTube にあの取材訪問の動画が上がるのは多分初なんじゃないかなと思います。日本にはね、まあ、いろんな熱帯魚屋さんあると思うんですけども、本当ね 2A さんねすごい気になってたんですよね。本当にね行ってきてよかったです。はい、というわけでね、まず店内入り口のところですね、こちらなんだか分かりますか。そう、アルビノのエチオピクスですね、廃魚ですね。やんこもねすごい神々しく可愛かったです。お値段また後ほど見ていきましょう。それでは店内に入っていきます。魚たちがね、あのすごいたくさんいましたね。密度が濃かったですね。用品やね餌も販売されてますね、まあ、レアな種からね、もういろんな種類、まあ大型魚だけじゃなくて中型魚、まあ小型のねお魚もいたと思うんですけども、あのね魚のね状態というか水槽の状態がすごいねよく綺麗にね管理されてるなっていう風に思いました。まあやっぱそれってね、当たり前のことのように思っちゃうのかもしれないですけどね、たまにあの公園水槽の中で魚があの沈んでたりなんてことあったりしません？でもね、あのこの 2A さんはね本当に魚のねあの密度すごかったんですけども、一つ一つの水槽ねすごい管理されてるのと、餌やりもね、本当にあの人工飼料とかに懐いてる個体がほとんどで、なんかね健康に育ってるなっていう風に感じました。はい、それではねお魚ねちょっとね見ていきましょう。こちらプラチナレッドテールキャットですね。レッドテールキャットといえばまあ結構メジャーな大型魚なのかなと思うんですけども、のプラチナですね。プラチナはね、あの狙って作れない種なのでね、まあ、かなり貴重な個体だと思います。プラチナとテールキャット、まあ個体ごとにやっぱグレードというか、まあちょっと差はあると思うので、まあ、そういうところは値段の差に表れてるのかなというふうに思います。そしてイエローセルフィンキャットですね。珍産地リオプルス産って書いてありますね。あのこういうのはあのマニア心をくすぐっちゃいますよね。ちょっと自分ナマズもちょっとあまり詳しくなくて、ちょっとメジャーな種類しかねちょっとわからないんですけどもね、本当ね、あのいろんなね種類見て楽しくなりました。こちらスネークヘッドですね。しっかりとあの個体ごとに管理されてますね。そしてこれは何でしょう。うにょってる感じは伝わってきますね。うなぎ系でしょうかね。はい、そして隣にあったね大型魚水槽なんですね。まあこの辺は自分がねあのよく詳しく好きな種ですね。キクラですね、まあ、ピーコックバスと言われて、まあ、いろんな種類が泳いでます。あとはアルビノシルバーアロワナかなですね。あとダトニオもいますね。あとプレコとかもね入ってますね。そして下泳いでるのがクレニキクラという種類ですね。これもねあの種類たくさんいて、ちょっとねあの自分ではねちょっとあのわからないんですけれども、最近本当に気になってる種ですね。これがね結構いいんですよ。はい、そしてまあ小型魚もいますね。うわー、ネオンテトラとかですね。あとフグっぽいキクラですね。あとはこちらはキクラのちっちゃいのですね。まあ、大体10センチないかなくらいだったかな。10センチないくらい。10センチないくらいかな。ここなんかキクラのね、こちらはアラグアイアブルーのワイルドの幼魚ですね。そしてこちらが、値札はね、パクーですね。ちょっとね、パクーも、まあ、ピラニアに見える感じですよね。ちょっとピラニアなのかなとか自分もまあ
結構思っちゃうんですけども、ピラニアとはまあ別みたいですね。パクーで、パクーは草食系、まあ、ピラニア肉食ですよね。まあそんな感じみたいです。でパクーもね、すごいコレクション性が高くてハマるとね大変みたいですね。ものすごいコレクション性高くて、あとはクレニシクラ系の幼魚ですかね、ちょっとそういうのも気になっちゃいますね。はい、そして振り返るとまた水槽があると。ここはね、まあ、キクラメインなのかな、まあ、ピーコックバスですね、まあ、自分が好きな種ですね。今回ね、実はこの赤いキクラフォーゴというね、種類を見に来たっていうのがね、結構な大きな目標もあって、これもね、また実は一匹お持ち帰りというか、ね、ここでこれに決めたって言ってね、購入するんですけども、またね、紹介したいと思います。いや、このねキクラフォーゴがね激レア種なんですよ。キクラの中でも今キングオブキクラとね、ちょっとアロナランジの中でちょっと話題なんですけども、本当にレアです。お値段もやっぱりね、さすがにそうなんですよ、まあ、レア種ですからね。そうなんですよ。でもツーウェイさんのこのキクラのこのフォーゴの値段設定としては、そのフォーゴの値段設定としてはね、かなり安い方なんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにね、こちら幼魚でキクラフォーゴ入って、で、まあ、ツーウェイさんの方で成長したという形になってるみたいですね。はい、下の方にね、こうナマズ系っていうんですか、かわいい感じですよね。皆さんこのナマズの名前わかりますか？そして中型のねシクリットもねたくさんいました。おしゃれな感じですよね。またね、ちょっとホームページの方とね、ツーエさんのホームページにね、たくさん種類、カテゴリーに分かれて載ってますのでね、ぜひこの動画見ながらチェックして楽しんでいただければなと思ってます。ちょっとなかなか自分の方で全部分かりきらずにすみません。あと動画のね後半の方はね、ツーエの店主の的場さんにまたね、いろいろお話ししてもらったりもしてるのでですね、このね水槽もいいですよね。まあ自分がもうねすごい好きな種類たちが泳いでますね。シルバーアロナだったりね、ブラックアロナがね、すごいね綺麗に生えてますね。なんかワイルド感が伝わってきますよね。あとはね、ゴールデンヘッドの金龍ですね、もう泳いでますね。でブラックアロナがやっぱねかっこいいですね。あとこのクレニシクラですね、これもね最近だからさっき言ったようにめっちゃ気になってます、個人的には。はい、というわけでね、ちょっともうちょっと奥攻めてみますね。はい、もうね、うわーみたいな、うわー魚めっちゃいるって、まあ、心の声ですね、まあ、心の声というか、まあ、オープンなんですけども、まあやっぱこういうの見ると本当うわすげーって喜んじゃいますよね。いやもうね、まあもちろんね、本当に知ってる種類とかもう見たり聞いたりのね種類も今までいっぱいあるんですけども、本当にあれなんだこの種類はっていうね、まあ、ちょっと自分には分からないお魚もたくさんいてですね、まあ本当に面白かったですね。はい、まあ、ちょっとね取材時間がね、ちょっとそんなに自分の都合でちょっとあんまり取れなかったので、まあね、ちょっとこんな感じに流すようになったり、まあいろいろまあ、撮ったんですけども、本当にホームページにもねたくさん名前付きで載ってるんで、本当勉強にもなりますし、あれ欲しいこれ欲しいって本当見てて楽しいです。はい、そしてこちらはなんと応変のアジアロンですね。そして下にもキクラたちがいます。でここがすごかったですね。個人的にはまあ、普段通常種なら見慣れてる種類なんですけど、なんとこちらの水槽プラチナたちです。プラチナです。アルミのじゃないですよ、プラチナですからね、相当レアですよ。ブラックアラのプラチナと、あとはシルバーアラのプラチナ、そしてアジアラのプラチナですね。アジアラのプラチナすごいです。このね、ちょっとすいません、カメラでねちょっとうまくつながったんですけども、このアジアラのこれちっちゃい方のねプラチナなんですけど、めちゃめちゃプラってましたね、プラッチナってましたね、もうカメラでうまく撮れなかったです。そしてあとね、シルバーのはチーロンですね、チーロン、これもプラチナすごかったですね。もうめっちゃプラチナすごくないですか。もうこのね、そう、これはアジアロンのプラチナですね。で聞いたんですけども、レッドとしてね現地の方から入っているそうです。
小さい方はね、特になんかヒレとか全体もすごい綺麗で可愛く見えましたね。値段はまあ本当ね、あの お伺いしたんですけど、まあ本当にね、これはねやっぱすごいですよ。まあすごいと言ってもやっぱりまあプラチナですからねっていうの感じです。はい。まあ、これはね本当にあの分かる方だけもう分かってくださいみたいな、あの感じの、もう本当に超レア種なので、ぜひね、お金持ちの方、あのぜひお問い合わせしてみてください。またね、後であのまた舐め回すように見たいと思います。はい。こちらもね、すごい、そうですね、大根水槽なんですけども、めちゃくちゃすごい、本当圧巻ですよね。まあ、パクですね、たくさん泳いでいるのは。そしてあとはシクリット系、まあオスカーだったりね、いますよね。そしてあとカナシン系も泳いでますね。あとナマズも下の方にいますね。すごいいろんな種類が泳いでて、まあ、水槽もすごいでかいと思いますけど、なんかちょっとね、小さく見えちゃうみたいな水槽が、ほんとすごい。このね、しましまのお魚とかもね、あのすごいね、これもね、一見似てるように見えて、ちょっとね、種類違ったりもしてるみたいなんで、皆さんは名前分かりますか？分かる方はね、すごいと思います。自分もね、ここら辺ちょっと得意なところではないので、ちょっと間違えてね、あの言ってもいけないので、あのまたホームページのしっかりねチェックしてみてください。この緑の綺麗なね個体は南米のアメシクですかね。いや本当にね、なんて言うんでしょう、雑誌とかでキクラとかアロアナとかダトによって表紙に乗りやすいと思うんですけども、こういったね、本当にマニアックな感じのねお魚がめちゃくちゃたくさんいるんですよね。もうすごいことですよね。本当にカラシン系やアメシク系好きな方とかね、たまらないですよね。これはアフパイでしょうかね、アフリカンパイカラシンかな。オスカーもいますね。大きいの30くらいかな、ないくらいかな。あ、オスカーがいっぱいいますね。オスカーがいっぱいいます。本当なんか綺麗な感じですね。あー、すごい、うわアラグアイア川さん、うわすごい、上にもなってるね。迫力があるもん、怖いね、やっぱね。ピラニア行ってる間とかって、カショーロバルブでしょうかね。はい、それではね、こちらの水槽を見ていきます。こちらはマナグエンシスですかね。あとはキクラがいますね。これは多分インターメディア系でしょうかね。そしてこれが多分オスフロでしょうかね。キクラがね結構でかいですね。でダトニオ、ケルベリーかな、この真ん中のキクラは。あとはテメンシス系とかもいますし、これはインターメディアかな。まあそうですね、こちらがテメンシスですね。これまたかなりでかくなる種ですね。まあ、ちょっと正確にテメンシスかちょっとね分かんないんですけど、多分そっち系だと思います。奥にいるのがチタラロピスかな、ナイフフィッシュ。あれもでかいんですよ、もうほんとでかいんですよ。伝わりますかね。そしてこちらは小型のカラシン系でしょうかね。何種類かね泳いでますよね。そしてこちらがちょっとでかいですね、カラのブラックピラニア。渋いんですよね、ピラニアっていう感じのいかつい顔してますね。これ噛まれたら大変そう。ここもすごい水槽です。こ
分1800とか、多分1800くらい。なるほど。すげえ。ノラドの大群だ。ノーザンバラムーン。ではこれテリベリーでしょうか。まあ、いろんなキクラゲ。いやすごいね。上にもいるか。いやすごいね。ノーザンバラムーン。ノーザンバラムーンどこ行った。こちらはアメリカンシクリットでしょうかね。テキサスシクリットかな。ゲオだっけ。これ覚えてます。これ多分すごいレアなんじゃないかな。これなんだろう。これなんか最近見たのは本当去年の、まあ、冬か春くらいからその新産地としてなんか見つかったんですか。それとも前からもうずっと前から来てる。ちょこちょこは来てるんですけど。あ、そうなんですね。10年ぐらい前もなんか日本の有限業者の人にちっちゃいのは何匹入ったら買わないでもその時100万とかそれぐらい言われてる。去年がなんか日程ドカーンと来たのがそれが最初で最後。これってことですか。そうです。あ、でもこんくらいちっちゃいので僕が全部全部知ってるわけじゃないんで、僕が知ってる情報としてはそういう感じですね。それが事実かどうかは分からないと思いますよね。でも実際に出回ってないから、うちにいっぱいいるっていうわけでよそのことそんな出回ってない。そうですよね。高いですもんね。他のところだって20万とかしてますよね。ちなみにここにいるナマズってすごいレアなやつです。このナマズというか、これはなんていうやつ。コンコルドキャット。コンコロ。コンコルドキャット。コンコルドキャット。はい。普通はね、そんなに高くないんですか。こっちで15,800円です。15,800円。珍しいっちゃ珍しいのかもしれないですけど、新宮川から来た、ハッサン。これは新宮3、オス。新宮3のメス。なんか、なんちゃら。名前がダンダラって名前なんですか。ダンダラ。フレニキクラ、ダンダラ。フレニキクラのダンダラ。今日、今ってゼブリナっているんですか。ゼブリナ運転する。ゼブリナも言う。あれってやっぱ人気なんですか、ゼブリナ。そうですね。パッと見きれいです。パッと見きれいですね。なんか、まあ、日本じゃでもそんなにすごい、まあ、表に先頭に来る感じじゃないけど結構やっぱ綺麗で、なんかよく。ダイヤモンド全然知らなかった。まあ、前は結構いっぱい来てたの。これがこのガラナレポリナスっていう感じ。いや、全然値段つけてないんだけど、この辺がガラナレポリナス。これがガラナレポリナス。これがガラナレポリナス。黄色いのはこれが、ブルーリップレッド。ブルーリップレッド、はい、だあんまり今青くないですけど、唇のところがちょっと青くなるので、ね、ブルーリップ、ブルーリップ。これトカンチのカラーからブルーリップレッドになります。で、このちっちゃいのもそうなんですか。これはね、また違う。違うんですね。なんかこれオクトマピラータス。あー、オクトマピラータス。
だから結構この中いろいろ、まあ、ちっちゃい。いろいろ入ってる。はい。いや、すごいですね。割ともうほとんどホームページに載ってます。載ってます。だからホームページに値段が出てるんで、まあ、ここつけなくても。なるほど。だから通販も結構多い。めっちゃ欲しいけど、なんか通販も欲しいじゃん。通販も全国的に。高いのかなと思ったら、なんていうナマズですか。アルミノの、はい。こっちではアジアンレッドテールミスタス。アジアンレッドテールミスタスのアルミノ。マシラリスみたいな。ああ、なるほど。セラリスっぽいけど、セラリスっぽくない。うん、今うちでは SP です。これスリナムなんですね。スリナムのセラリスワイルドです。そうです。基本ここやっぱワイルドってことです。そうですね。何日か。これブリードのメラニア。ブリードのメラニア。あ、はい、ブリードも結構綺麗です、はい。これはなんかレア。ミリアナエ。はい。レアかもしれない。フォーゴが。フォーゴ。はい。このミリアナエっていうのはそのフォーゴの種類なんですか。種類。なんか三タイプぐらいあるんですかね、フォーゴ。もなんか。いや、ただミリアナエっていうので。はい。カパゾとかサンベネジットという川に住んでるミリアナエたちは、はい、すごく赤くなる。はい、サンベネジットのやつは赤い。サンベネジットという川。へえ。エレスプレス川の支流でサンベネジットというのがある、はい。そこにいるミリアナエは赤い。赤い。サンベネジット。アルビノのエチオピクス。9万思ったより安い。9万8000円。ずっと安いです。今めちゃくちゃ。そうですよね。はい。9万8000円。へえ。エチオピクスアルビノ9万8000円。これまだまだでかく見えます。いや、まだ見えない。人工飼料に慣れている。そうじゃない、さそうなやつが混じってるから何だろう。まあワイルドオスカーっていう感じですね。ただうちではレブローセラータス。レブローセラータス。なるほど。アラグアヤのレッドビーン花椒だ。レッドビーンですけど、こっちのお色の方がノーマル。これも珍しい。シングーのアルマータス。シングーのアルマータスと、こちらレッドビーン花椒。アラグアヤのレッドビーン花椒。見えないように、実物見ると結構赤いっすよ。そうですね。今、ちょっと茶色っぽくなっちゃってますけど。レッドビーン。アルグアリアさんと親友さん、ドラールとアイシャドウドラール。普通のノーマルのブラジリエンスっていうドラールと、あとハピネスっていう、まあ、一般的にアイシャドウドラールって言われて、あとワイルドのメラニアイと、ワイルドのメラニアイと、俺の選手フィニマ、フィニマ。インターミディア。インターミディア。ケリベリーもいます。ケリベリーはそれはショートのブリードで。あ、ショートのブリードのケリベリーなんですね。出ます。はい、お願いします。大丈夫ですか。はい。すげえ。すげえ。うわ。うわっ
ノーザンバラムンディもいますもんね。あ、ノーザンも食べるんですよ、人工飼料。オリジナリアのノーザンだから、それがそれぞれワイルドものってことなんですか。日本のワイルドもの、普段来るのがパプアニューギアのものなんですか。普段はパプアニューギアのものが多いんですか。はいはいはい、1万円くらい、2万円。オーストラリア産のノーザンバラムンディ、珍しい。すごいですね。入れた瞬間に溶けていってくれるんですね。でかく見えます。あとはテメンシスとケルベリーとアルマインターミディアですかね。ピニマンも。ピニマンってあれですか。それはメラニア。これメラニアです。ピニマンは、あ、こいつピニマンですね。これからピニマン。結構テメンシスに似てるんですね。さっきのマドレリーはそれの系統みたいな。結構。はい、色がちょっと変わってくる。へー、それがピニマン。ワイルドのピニマン。あー、まあ、でもテメンシス系ってことですかね。そんなこと、すみません、この黄色、なんて言いましたっけ。ほぼバンドと、うちでバンドとイエローバンドレポリナス。イエローバンドレポリナス、はい、セミアンです。これとこれ一緒ですか。違いますけど。違うんですね。まあ、よく一般的にこういうあのバンドのレポは、はい、総称してバンレポ、バンレポ、バンレポっていうバンレポレポ。これタクーです。これタクー。タクーも聞くと、このもう集め始めたらちょっとキリがなくなっちゃうくらいのコレクション性が高いって言ってます。あの奥にいるあれって何でしょうか。オプラルツシタクス。オプラルツシタクス。ちょっとグリーンコーン、はいはい、南米のスプリット、アメリカのスプリット、アメリカ、アメリカぐらいの感じのおじさんなんです。アメスクってことなんですね。へぇ、すごい、いろんな魚が。あこのスマイル、これなんていうの。レポリナス、はい、グレンネウス、うちのホームページ、あ、ホームページ、あ、これも一緒です。ホームページでちょっとじゃあ名前確認しながら、しゃべるノーズキャット、
これですか。超過密ですもんね。はい。あ、響き、そうか。響き。この中にでもロダイ入ってるんですか。最新の響き。そう、自動で洗浄もすると言われるろ過装置。はい。砂利川で、はい。ちょっとどこの川の水ぶりですか。なんかちょっと雰囲気違って。これが水。これが水。白いラインが。はい。こっちがオス、はい、クレニヒクラの大きくなるんですか。30センチぐらい。EP3 ですか。いや、EP2 と、2とあと恋のやつらの風情性の恋のやつ。風情性の恋のやつらも思える。下にからサンフランシスコドラスと。サンフランシスコドラスっていうのも結構レアな。どうでしょう。今そこにガリバープレートがいて、はい、ガリバープレート後ろにいるあのちょっと柄が入った、はい、ドラス、あれ結構レアな。なんてやつですか。サンフランシスコドラス。サンフランシスコドラス。すごい珍しいオーラが出てますね。パイクだとそこにロゼマリ、はい、これロゼマリ、ロゼマリアこれ、これはパイクその珍しいからクレニキクラの一種ってことですか。そうです。うちでクレニキクラの中では一番高いの。あ、おいくらなんですか。これペアで50ドル。ペアで50ドル。ペアすごい。やっぱそのレベルナとか確か 4万いくらでしたっけ。そうです。これは本当に本当にレアなんです。保護されてるところの保護地区の。リーフしないです。なるほど。これは今色完成されてる感じですか。現地だとすごいもっとめちゃくちゃ派手派手になるんですよ。めちゃめちゃ派手。なかなか水槽ではそれが今のところ再現されて、再現されてる。現地の釣りの動画とか見ると、はい、半端じゃない。現地の釣りの動画だと半端じゃない。ロゼマリ検索するとロゼマリ動画っていうのは画像で見ると、はい。じゃあ現地で釣りでも人気あるんですか。体真っ赤、まあ、釣りで人気があるわけじゃないですけど、そこでたまたま釣られたやつが。あ、なるほど、はい、それってあのこういうキクラと一緒の生息地なんですか。ではない。いや、これ新宮の上流なんで、まあキクラもいるんでしょうけど。はい。新宮の上流、それはスイアミスっていう川。スイアミスという川。私アルナナチ激レアと言われるね、あのキクラフォーゴ1匹購入しました。またね、あのお迎え動画などアップしていきたいと思います。いや本当にレアな種がたくさんいましたね。自分はね、ちなみにクレニキクラにねすごい興味があります。いろんな種類がいましたね。動画中アロナナチのすいません知識不足でテロップねもしかしたら間違えてたり、もしかしなくてもなんかちょっと勘違いしてるところあるかもしれないので、詳しくはね、2way さんのホームページを見てね、たりとか、問い合わせ、してみてください。よろしくお願いします。ホームページね、見るだけでもね、面白いので、こちらの動画の概要欄に、2way さんのホームページの URL のリンクや、Instagram、Twitter のリンクもね、貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。うなぎ系ですか。いやすごい。海藻の人だったらガチ。これね、これはもう発想できないサイズですよね。さすがに。アロ78の関東遠征2022 4月ショップ訪問編まだまだ続きます。
お楽しみに。